日本東京都新宿区、牛込牛込門牛込は、東京都新宿区の地域名の一つで、旧東京市牛込区の範囲を指す。地理的には、新宿区北東部にあたる。主な地名としては、神楽坂や市ヶ谷及び早稲田が、牛込地域に該当する。神楽坂から見た、牛込門、明治末期の神楽坂江戸時代は、大名や旗本の住む武家屋敷が集中した地域で、 伝統ある山の手の住宅街である。一方で町屋も少なからず形成され、古くからこの地に住む住民が多くコミュニティ活動が活発なことも当地の特色である。狭い路地はほぼ江戸時代のままであり、また住居表示に伴う地名の開廃型地域に比べて極めて少ないため、江戸の雰囲気を感じ取ることができる。 近代以降も、夏目漱石や尾崎紅葉をはじめとする作家、文化人が数多く住んだ。小石川同様、印刷、出版関係の会社が多く立地する。地名の通り、牛米の歴史は少なからず牛に縁がある。701年、大法律令により、武蔵国に神崎牛巻という牧場が設けられ、乳牛院という飼育者がこの地に建てられたという。 古代の馬巻が今日、東京都内に、駒込、馬込の地名で残されているところから、牛込が、この牛巻に否定された。1872年頃から、東京各地に、ホットミルクを一杯頼めば新聞が閲覧できるという、新聞従覧書ができ始めると、にわかに牛乳の需要が増え、その名に違わず、牛込区内でも神楽坂、若松町、市ヶ谷等において、 牛地区が広く営まれ、渋谷、代々木編の地区農家と良き競争関係にあった。大半が住居表示未実施である。かつて、富士テレビの本社が牛込地域内にあった。その時の郵便物の宛先は、東京都牛込局区内富士テレビとなっていた。ありがとうございます。